いやー、それにしても本、在校生たちも確かに、しかし、すいません。おお、そうだった。早くし、ほら、これが鍵だ。ありがとうございます。ところで、ああ、紹介がまだでしたね。どうも、かずみです。よろしくお願いします。なんだよ、さ、まだいたのか。 来年あたり、教頭に昇格し、大体あいつ2年前の俺なら大きくうなずいただろうけどな。で、別にお前が蹴飛ばした机とか、お前は昔の私のことを一体どんな風に記憶してる。懐かしさなんか覚えない。そういうのを懐かしいって言うんだろ。 ダメだよ。こんなの送ってしまったら、きっと春樹くんは。でも弾いてるところも撮りたいんだけど。この前も言っただろ、コンサートまでお預けだ。だから振りだけでもさ。くどいぞ春樹。 あと2日くらい我慢しろ。分かったよ。じゃあ今度は窓際に行って、そこから外を見る感じで。窓の外にバカがぶら下がってたりしないよね。さあな。 寒い。今夜も氷点下まで冷えるぞ。暖かくして寝ろよ。 オッケー、もう閉めていいぞ。いいよ、別に。寒いのは嫌いじゃなかった。いいんだよ。あのさ、春樹、ん、取材今日が最後だよな。明日は一日中リハーサルで、明後日だよな。最後なんだよな。うん、本当悪趣味だなお前。 最後の最後に私が一番思い出したくない場所に連れてくるなんて。ほら、認めた。お前にとっての一番。付属の3年間、お前が一番長い時間過ごしてた場所だ。多分教室よりもな。ここにいる間中、私はずっとイラついてた。 お前はそう言うけどさ、そんなイライラしながら弾いてたっていうお前の演奏はいつまで経っても私に合わせられない下手くそなギターがいてさ。悪かったな。少しはうまくなったか。そんなの5年。そうだ、春樹こそ弾いてみせろよ。ほら、そこにギターあるだろ。遠慮しとくよ。別にいいだろ。 逆だろ普通。1曲でいいよ。別に無理だって。
就職して。どうして聞かせられないんだ。お前のギターは刹那専用か。そんなこと言ってないだろ。融通の効かないやつ。お前がそういう頑なな態度を取るなら、こっちにだって考えがあるんだからな。怒るなよ、その程度で。もうさ、最後なんだから、これで終わりなんだから。何もかも話したっていいよな。別に終わりってわけじゃ。二度と会わないんだから、少しくらい踏み込んじゃってもいいよな。なあ、ハルキ、お前、刹那と初めてキスしたの、あのステージの日の夜だろ？あの夜、ここで、刹那から告白されて、キスして。お前、いきなり何の話だよ。5年前の話だよ。5年前の、すべてが終わった日のことだ。いや、それは、その。違うなら否定していいんだぞ。けど、嘘をつくならバレないように頼むな。だから、あの時は、告白したのは、俺の方か。ダウト。あの時のお前にそんな座った肝なんかあるもんか。刹那と私の間、フラフラしてやがったくせに。そんなことない。どうせお前のことだから、その時がファーストキスだったんだろう。自分からそういう風に持ってけるわけないもんな。何が悪い。だから何がおかしいんだよ。やっぱりな、見てたんだ、刹那。見られてたんだ、私。刹那は、なんだって。ずっとそうじゃないかって思ってた。だから、あの時刹那はそうしたんじゃないかって。5年目にしてやっと明かされる衝撃の事実ってやつ。意味わからないぞ。お前、一体何を。今更言ってもしょうがないけどさ。でも、最後なんだから、このくらいいいよな。自己完結するなよ。何が悪いんだ。何がおかしいんだ。なんで刹那のこと、そんな風に言うんだ。何も悪くない。何もおかしくない。刹那だって何も間違ったことなんかしてないよ。ただ残念だったよなって。私でも刹那でもなく
俺が、なんで。何もかも私が初めてなんてさ、本当最低だよな。何、お前の過去は私に汚されてばかりだってことだよ。卒業式の夜や次の日の空港みたいにさ。ずっと振り回して悪かったな。お前の未来に全然関係ない女がさ。さっきからお前が何言ってるのかさっぱりわからない。なら、ここから先話してもいいのか。話せよ。あの時私はここでいつもみたいにピアノを弾いてた。え？いや、いつもとはちょっと違ってたな。ひらひらで露出度の高い衣装を無理やり着せられて、いつも以上にイライラしてたんだ。そしたらいつものお邪魔虫が入ってきた。何度追い払っても全然懲りずに居座り続ける、とんでもなく厚かましいやつだった。私は余計にイライラしてきたのに、そいつはそんな私の気持ちも知らずに勝手に話しかけてきて、一人で盛り上がってた。いつも以上にうざかったから私は生返事で聞き流してた。それでもそいつはずっと話を続けてた。いつしか声が聞こえなくなった。振り返るとそいつはそこに座ったまま、うつらうつらと船を漕いでた。あ、そこで眠ってた。ちょうど今くらいの時間だった。私はますますムカついて、だから一言文句を言ってやろうってそいつに近づいていったんだ。目の前まで近づいてしゃがみ込んで顔を覗き込んで、そいつはうつむいてたから、こうしたから、そしたらそいつは私の目の前ですごく無防備で間抜けな顔をしてたんだ。お前何を。動くな、動くなよ。あの時と状況がずれるじゃないか。この後私が何をしたのか伝えられないじゃないか。私が先だった、先だったの。カズさ、キスしたの、抱き合ったの。な真似だって許されることじゃないって分かってた。でも告白なんてできるわけがなかった。
時の私は、私ですら大嫌いな奴だったから、そいつが好きになってくれるわけないって思ってた。だからそんな自分にふさわしい最低の真似をした。そこまで切羽詰まってたのか。苦しかった。誰にも奪われたくなかったんだ。でもその日のうちに刹那が奪われたら、何もかも刹那に持っていかれた。だって思わないって、私みたいな変な女が他にもいるなんて。くれないと、俺どうしていいか分かんないよ。どうすることもできないくせに、今さらどうしようもないのに、分かんないとか軽々しく言えの。ほらお前も今さらなことを軽々しく言うな。最後だし言うな。頭まで持ってけよ。つなぐくらい、思いを伝えるくらい、最後にもう一度だけキスするくらい、それくらいなら刹那だって許してくれるだろう。
からかってたんだよ。ハルキに仕返ししたんだ。その証拠にさ、笑ってるだろ私。これで最後の取材も終わり。お疲れ様でした。コンサート来てくるよな。くれるだけでいい。ただ私のピアノ聴いてくれるだけでいい。カズさん、お前のことだから途中で退屈して眠ってしまうかもしれないけどな。今夜から会場の近くのホテルに泊まる。あと2日コンサートのことだけ考える。そっか。コンサートが終わったら業者が荷物を引き取りに来る。私はもうあの部屋には戻らない。だから今度こそこれでさよならだ。じゃあな。私が先だった。キスしたのも抱き合ったのもそいつのこと好きになったの。誰にも奪われたくなかったんだ。ハルキ、これが最後だから手をつなぐくらい、思いを伝えるくらい、最後にもう一度だけキスするくらい、それくらいなら刹那だって許してくれるだろう。おはようございます。ナイツレコードの小木曽です。本日は。あ、おはようございます。今回から私が担当させていただくことになりました。そうですか。ああ、いえ、イベント進行は。もったいないな。ありがとうございます。でも主役は悪魔。ま、そりゃそうか。それじゃあ進行の方打ち合わせちゃいましょう。はい、今日一日どうぞよろしくお願い。
カメラテスト OK です。照明もう少し落とした方がいいですかね。ちょっと反射強いかもしれません。昼一で映像の方。どうも。おつさてだ。こちらもお疲れ。さ、ご飯食べに行こう。なんでカメラが入ってる。そりゃ明日のコンサートをブルーレイで発売するからに決まってるでしょ。この商売人め。社長ですもの、社員を食べさせる義務があるの。ついでに娘の養育費も稼がないと。勝手にし勝手にしていいなら最初から文句つけなきゃいいのに。食事なら一人で行ってくれ。私は納得いくまで詰める。これで朝から5時間ぶっ続けよ。この程度どうってことない。どうせ明日で終わりだ。追加公演もあるんだ。明日が全てだよ。あとはどうなろうと構わない。今いい感じなんだ。好きにさせてくれ。確かにいい感じなのよ。だからもうこれ以上いじるよりは明日にも。好きに。分かった。別に。どこがよ。今のあなた乗ってるのは確かだけど危機迫りすぎ。本番前だからテンション上がってるのかもな。プライベートの感情をあまり仕事に持ち込まないでくれると助かるんだ。わけわからないことブツブツ言ってるだけなら早くいなくなってくれ。はいはい、それじゃあほどほどにね。あと一日頑張れ。私あと一日なんとか持ってよね。大丈夫だ。今度こそこれでさよならだ。着いた。って、まだ会場前だぞ。もう少しゆっくり買い物しててもよかったんじゃないのか。いやよ、あんたと一緒だと時間が持たない。お前が俺のネタ振りを全部一言で切って捨てるからだろ。あんたが私を他の女みたいに扱うからでしょ。どうし、それに会場前に春樹来るかな。わかんねえ。先週電話した時はいい。刹那の態度も気になったし。二人で住んでればいい。変なこと言わないでよ。もう一人は今や国際的な。あの頃から国際的な有名。だからそういうツッコミやめてってば。場所も立場も住む世界が全然違うんだから。じゃあお前なんで春樹を捕捉しに来たんだ。来てなければいいんだ。トーマの友達としての俺たちがそんなこと言う。でももし来てたらどうしよう。あいつになんて言えばいいんだろう。そんなの簡単だ。偶然だなって。こ頼むよ竹谷、春樹のこと絶対に見つけてよ。見つけたら俺の言うこと何でも一つ聞くか。それは考えておく。 OK、 わかった。目を皿のようにして張ってるから。なんてごめんな、そんなこと。他の女みたいな言い方。
そうか。お願いします。何？けれど、向こうの担当の次に生かしてくれればいい。そうだ。今からカラオケでも行ってきたらどうだい？部長。それじゃ、お疲れ様。今日のことは、はい。ありがとう。ダメ、今はダメだって、まだ何も解決してない。くじけるな、私。ほぼ満席ね。ま、チケットの売れ行きから分かってたことだけど、誰か楽屋に訪ねてこなかった？あんた以外は出入り禁止だろ。一人だけ許可を出すようにスタッフには言っておいたんだけどね。本人にもメールしておいたのに。遠慮してるのかしらね、彼。それとも来るのはコンサートの後かな？ここには来ないよ。喧嘩でもした？喧嘩なんかしない。もともとそういう間柄じゃない。でも別にいいんだ。コンサートに来てくれればそれでいい。もしかして客席で見つけた？いや、見てない。一度もここ出てないから。じゃあなんで？喧嘩なんかしないけど、そういう間柄じゃないけど、でも来てくれる。そう、必ずどこかで聞いてる。私のピアノ聞いてるよ。うん。お帰りなさいませ。1415号室のおにそ様ですね。ありがとう。それと先ほどからせつな。え？せつな、ごめん。俺はるきくん、ずるいよ、はるきくん。私が仕事でミスした時に限って現れるなんて。それはこれじゃまるで救世主だよ。ダメなのに。今だけは。どうしてここが分かったの？小木曽家の方に電話した。そしたら大阪に出張して。もう、うちの家族って絶対に私よりも春樹君のことを信用してるよね。ルール違反気味ってのは。半年前に喧嘩した時もそんなで使ったよね。ごめん、卑怯な手使って。本当、卑怯だよ。せつな。じゃあ次の質問ね。どうして会いに来てくれたの？本当に私が落ち込んでることを分かってて追いかけて。それは。はるきくん。せつな、俺さ、ただ会いたかったんだ。ずっとせつなに会えなくて、せつなの声聞けなくて、せつなの声今すぐ聞きたかったんだ。だってもしせつなに会って、せつなが俺の名前を呼んでくれたら、怒られたり拗ねられたりするに決まってた。そしたら俺は、俺にはせつなしかいないって。そんな当たり前のことをさ。会いたかったんだ、私に。せつなに。ただそれだけなんだ。
他に理由なんかない。そっか、そうなんだ。ずっと昔からそう言ってる。悔しいな。私たち喧嘩してたはずなのに、ものすごく嬉しい私がこうして春樹くんに触られることがとっても気持ちいい私が。償わせてほしい。今夜は何でも刹那の願いを聞く。今夜。あ、俺にできることなら。今夜。ずっと私と一緒にいるつもりなんだ。今夜。私を話さないつもりなんだ。刹那が許してくれるなら。それっておかしいよ。ごめん。刹那。フラント。行こ。どうして。今の私の部屋シングルなんだ。変えてもらわなくちゃ。いいよ。でも刹那が戻ってくる前に確認したんだ。ダブルが一部屋空いてたから取っといた。エッジ。カズさ、時間。どう？まさか、いつもと同じだ。そう？いや、少しだけ違うな。今日であんたのこと。それは私としては大歓迎。なんてのは冗談だけど、そのくらい落ち着いてる。なら、そのまま最後まで。わかってる。じゃあ、行ってくる。なるべくなら、客席は見ないようにね。刹那。春樹くん、うん、ごめんね。今までいろいろと嫌な態度を取っちゃって。終わった終わった。よかったよね。よかったんじゃねえの。みんな最後なんか総立ちで拍手してさ。そうだよな。すごかったよな、トーマさん。まあ本当に分かってるかって言われると、うん、それは私にも分かった。本当。ああやっぱ同級生。それどころか俺の同好会のメンバーだ。そんなこともあった。そんなことも、うん、全部。ハルキ来なかったね。つまりそういうことなんだろ。それじゃ帰るか。とりあえず送るくらいはいいだろ。いつどっか寄ってくかって聞かれるかと思ってたけど。明日早いんだろ。朝から会議だって言ってたもんな。へえ、年取ったね、タケヤ。俺は今でも朝までだって平気だって。けど少しは相手のこと考えられるようになったの。それが年取ったってことなんじゃない。せめて社会人になったとかそういう言い方にしてくれ。俺まだお前と同い年だぞ。いつまでだって同い年だって。私たちはほら行くぞ。こんなところで立ち話してても寒いだけだ。あ、ほんと寒いな。雪降るかもな。どっか寄ってくか。何やってんだよ。
はいはいと。だからって走るな。お前今日もヒールだろうが。なんだここにいたんですか社長。探しましたよ。ああごめんミヤちゃん。そういえば何度も着信あったわね。なんでこんな寒いところに突っ立ってるんです。楽屋入らないんですか。誰も入れるわけにはいかないのよ。あそれで記者会見の準備とっくにできてますけど。ああごめんキャンセル。えどうしてですか。もうかなりの人数集まってますよ。どうしてと言われてもいろいろね。なんです今の。世の中にはね、知らなかった方が良かったってことはたくさんあるのよ。よくわかりませんけど。とにかくまあ記者さんたちにこっちに来られても困るし、悪いんだけど謝って帰ってもらって。とりあえずそれだけは分かりました。悪いわね。今月の給料少し上乗せしておくから。それじゃ失礼します。すぐに戻ってきますから。それとミオちゃん。はい。ついでにタクシー呼んどい。それならあと30分もすれば。それじゃ遅いかもしれないからお願い。もう一台。もしかしてカズサさんを。いいえ私が乗るのよ。